ありがとうございます。感謝家の瀬戸恵子です。はい、賢く生きる第18回目のお話です。自然災害の捉え方。自然を知らない人、自然災害の事実を学んでいない人たちにとって、自然は未知なる存在であり恐ろしいものです。しかしそれは無知だからであり、恐れを克服するために学ぶ必要があります。数十年前までの私たちの生活は何も問題なく自然と共存していましたが、物質社会、拝金主義の生き方が自然と人類を分離させてしまったのです。自然災害の原因のほとんどは、環境破壊を進め循環型の生態系を壊した人間たちにあります。そして多数の生命を奪うことになった大規模な災害や事故は、私たちの誤った生活スタイルを変えさせるための大きなきっかけを作ってくれているのです。現在の日本は大都市だけに人口が集中され、全体のバランスが良くありません。人々は自然から隔離された空間の中で、本来誰もが持っている自然治癒力や動物的直感は退化し、人間的な感覚が得られにくい環境で育っています。慢性的な疲労から喜怒哀楽を感じることが鈍くなり、クローンやロボットのように無機質的な存在になりかけているにもかかわらず、気がつけない人たちの増加。都会で高い給与をもらって生活しても、家賃や食費などの出費も同じように高く、プラスマイナスゼロの生活です。排気ガスや化学物質を大量に吸い込み、ストレスで病気になってまで都会暮らしを継続している意味はどこにあるのでしょうか。地方での暮らしは給与は少なくても出費も少ないですし、自然に近いことで得られる安心感でストレスも軽減できます。人生の目的は仕事だけすることではありません。仕事イコールお金を稼ぐことよりも、もっと大切な人間としての学びがあり、成長するためにこの世に生まれてきているのです。誰かと競うことで手に入れる見栄やプライドの幸せではなく、自分や自分たちにとって幸せになれる生き方に変えることが今必要な課題なのです。はい、2015年に書いたね、小冊子なんですけど、まさに今ですね。はい、で、自然ね、自然怖い怖いって言ってるけど、今も気象操作もあるし、人工地震もね、人工地震で昭和50何年の時には新聞に人工地震失敗とかそういう記事が出てたんです、今は出してないですけどね。で、そういうのを調べれば、気象操作、台風とかね、豪雨、ああいうのもできちゃうんですね。で、地震もできちゃうんですね。はい、で、なので自然が怖いって言ってるけど、自然なんて怖いっていうか本当の自然は、必要だからなってるんですよ。例えば私が0円生活3年間してたロタ島っていうところがあるんですけど、ロタはサイパンかグアムから、飛行機で渡るんですね。まあ、船もあった時ありますけど、そのね、ロタの近くにサイパンってあるんですけど、サイパンは台風が直面するから海の中がきれいに掃除をされてダイビングのメッカだったんですよ。だからサンゴとかこうきれいに掃除をされないと、もう汚いからダイビングできないっていうか、できないというか不評でもう来なくなるっていう。本来は必要な時に必要なところに、そういう環境調整であったものですよね、自然がね。でもそこに人間が手を入れちゃってるから、今人工で作ってるから、その自然は本当の自然じゃないです、で、私ロタ島で3年間いましたけど、0円生活してました。ほとんど外で生活してました。
でも雨ってね、だいたいわー、まあ、スコールみたいなのもそうだけど雨降るでしょう。そうするとね、40分ぐらいで1回止むんですよ。でその間に移動できるの。20分か、まあまあ、でとにかく40、だいたい40分ぐらいで1回ふっと止んで、その間に動物たちとか、もう私もそう、人間だけど動物みたいなもんだから、で移動できるっていう、うん、だから私の目安の中で、そういう豪雨とかでも何かあった時、40分ぐらいに1回やむと、ああ本当かなとは思うけど、そうじゃなかったりするとちょっと違うし、ほとんど今違うと思うよ。台風行って帰ってくるとか、今回の11月の、まあ、12月でしょ、台風とかだっていくらでも作れちゃうから。でもっと言えば、例えば選挙がある投開票、選挙の行く投票日には必ず当てて台風とかを起こすじゃん。全部調べれば出てきます。キーワードとしては気象操作、人工地震、気象嘘とかさ、そういうので調べれば。なので自然は本来はその怖いっていう、だってもともとはそうですね、どこら辺までの自然っていうか、私でもロタ島にいる時には怖いとは思ったことないですね。必要だから来てるしね。うん、なんか人口だけども、もし人口っていう、今のね人口っていうのを外したとしても、だったら人間がやってることに対して神々が怒ってるんじゃないですかっていう解釈をしてる人たちもいますよね、うん、でも人口ですけどね、まあ両方じゃないですか。何かがね起きるってことは、それで OK を出してるわけで、今いろいろ地震とかやってるけど、もう地球の問題だけじゃないから、他の惑星たちも関与していて、そういうの本当はね、例えば福島とかそこら辺の、地震が多分人口で起こしても入りやすいんでしょ。関東が一番狙われてるわけだから、だから何回もあそこでやるんだけど、それをこう止める光の勢力、まあ、天使とかもそうだしだと思うし、そういう人たちが、見えないそういう人たちが、いろいろやってくれてるわけですよ。だから闇と光の今戦争中で、ね、いろんなところで人口でやってるけど、そのたんびに被害がないないないって言ってるけど、やっぱり抑えられてる部分っていうのはあると思うんですけど、もう今リーチだからっていうことなんです。なので人間ができることをしてとしては、まず自分が、ね、まず心構えね、何が起きてもおかしくないから、うん、あとは恐怖の中に入らない、恐れの中から抜け出ることの先に、例えば 3.11 の時にすごい被害があって、そこをレポーターね、いろんなクルーの人たちがレポートしてたけど、ある人たちが外でバーベキューやってて、で取材の人にね、お兄ちゃんも食べなさいよって言って、いや皆さん他のとこ暗いですけど、ここのチーム明るいですねっていう取材の答えが、そのおばさんたちの、だって本来人間こっちだからねって言って言うわけですよ。だそういう気持ちがあれば全然大丈夫でしょ。まずは心を強くしてください、うん、で強くすると同時に本当の情報をちゃんと得てください、うん、のほんと生きてたらまた3回目4回目ワクチン打つし、でテレビでああだああだって言われて、はい、マスクももっとマスクして20も30もして息できないでしょ。わざともう酸素に脳に酸素がいかないようになってるんです。もし本当のウイルスだったらマスクは意味ないんです。厚生労働省とかに自分電話してみるとか、何かやることによって自信つくじゃないですか。これだけ SNS でもうみんなが必死になって危ないよって言ってるのに、その情報にもしたどり着かないとしたら、よっぽど情報弱者っていうか、つながってないんだよね。でもこれを見たっていうことは、引っ掛けに細い糸にはなってるから、そこから自分で調べるしかないです。生き残れる人間って目覚めたから、一本の塔が二本の塔がそこで止めればいいんですよ。でも同調圧力で三本目ってやれた時に、って言っちゃうと打つでしょ、うん、断固たら自分を守る、自分の家族を守る、ね、子供を守るっていう気持ちがないと無理ですよ。そういう意味ではっていうとこなんです。はい、でだから自然災害の捉え方、あとはとにかく自然、朝日、ね、夕日、星、空見てください。そうで見て、ありがとうって、あお日様ありがとうって、うん、ありがとうございますが最大のパワー言葉。どんなに極悪非道な人でも、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますって言ってたら変わっていきますから、
とにかく自然と木とか、あ冬だね、あ今日空綺麗だねって。でも飛行機雲みたいなのがあったら、もう鵜呑みにしないで、ケムトレールって薬品まかれてるかもしれないからね、あ綺麗なんて言って写真撮ってあげてる人いるけど、目覚めていい人からするとただのアホですから、うん、だからちゃんと疑ってかかって、うん、そういう意味では、でというか自然 と、お友達になっておけば自然が教えてくれるから、助けてくれるから。でさっきもちょっとチェルノブイのブイリチェルノブイのチェルノブイのでしたっけ、そこの映画をドキュメンタリーをね、本当の話を再現したような映画を昨日見たんです。でもまあ、止めに行く人たちが行って放射能を浴びて顔がこうただれていくシーンがあるんだけども、その時にいやこっちも痛いけど両親の方がもっと痛いわ、心が痛いわって、こういうことを起こしてしまったっていうか、こういう仕事を携わってしまったっていうようなね。だから今言ってるのは両親ね、生活みんな大変だって、みんな大変じゃないですか。その中ででもうちはローンがあるから子供があれだからって言って気づいてしまった、本当のことを気づいてしまってそれを続けるということは同罪ですから、うん、だからそこをちゃんとね、あもうそれでも私はもう地獄行ってもいいの、うん、今お金が必要なのっていうのと、それはそれでいいです、うん、知っててそれに要は加担する、悪の加担するってことはそれなりのものが、負荷を負うってことですからね。で死ぬ時にすっきり死なずに、気づいたのにあなたはそのまま行きましたよねっていうところで行ったら、まあ、地獄も段階がありますしね、分かんない、行ったことないからね、うん、でもまあそれなりの覚悟をしていかないと、知らなかったでは済まされない人たちもいます、はい、ということで、自然の捉え方、とにかく自然と仲良くしていただかないと生き残ることはできません、はいってことです。え15分あと2分ある、3分、そうですね、まあ、自然とだから都会、そうそう、じゃあね、人口が集中されて日本全国旅してましたけども、やっぱりバランスが悪いですよね、太平洋側とね日本海側はね、うん、そういう意味では田舎から来る人はもう本当田舎に帰った方がいいですよね、うん、田舎ない人はしょうがないね、しょうがないけど、しょうがないと思うか、移住してる人たちもいっぱいいるし、仕事も潔く変えてる人もいるし、ローンがあっても何があってももう私はこの仕事はできませんってね、要は何変えてる人たちいっぱいいますからね。だからそれは変えれないっていうのを言い訳になっちゃうから、どうしますかね、内部告発してる人たちもいるし、命がけで実際に暗殺されてる人もいるし、それでも人間として、であとは今日本国を売ろうとしているね、売国、そういう人たちどうですか、うん、気づいてない場合もある。まあでもトップが気づいてないってことはないですからね。でもその商品を買うってことは賛同してるってことだからって考えると何もできないでしょ。ほぼほぼ全部勉強したら勉強するだけ、ほぼほぼ日本は全部が問題だっていうのは分かります。その中でじゃあどれだったらいいかなって言った時には、本当にもう農業じゃない、うん、ちっちゃな自分たちが生活できるだけのあれがあってさ、畑っていうか作れて、あとはそういうコミュニティもう今作ってるから、みんなやってるから、やってないことは言ってないので、もしくは仲間がいるんだったらみんなして限界集落に行くとか、そういうふうにしていかないと、もうとにかく自覚、危機管理、さっきの話もありましたが、危機管理を持って、お金があるから大丈夫だと難しいですわ、うん、お金はただのだって紙だから食べれないから、うん、お金よりも大事なものがいっぱいあるし、食糧難になったらお金じゃ買えないと。というところで、自然災害の捉え方、ぜひこのコロナというのも人災ですけども、これが大きなチャンスとなります、生き方を変えるための。だからあくまでもこうネガティブな部分だけじゃないんです、捉え方だから。そういう意味ではここがラッキーなの、チャンスなの、生き方を変えられるっていう、
みんなが普通にね、自己破産出したり生活保護もらったりしてるんだから、恥ずかしいことはない。どうやって生きたいかというところで、ぜひ皆さん頑張りましょう。では次の回にお会いしましょう。